のガソリン車販売禁止 HV も対象化現地報道ロンドン・篠崎健太2040年までにガソリン車とディーゼル車の販売を禁止する方針の A 政府が対象にハイブリッド車 HV も含める案を検討していることが明らかになった複数の A メディアが4日報じたトヨタ自動車のプリウスなど現行の HV は 将来売れれななくるる恐れがある現実になれば自動車メーカーの戦略に大きく影響しそうだ。英国は2040年までにガソリン車とディーゼル車の販売を禁じるロンドンのガソリンスタンドロイター。英政府は17年7月内年期間で走る車の販売を40年までに禁じる方針を打ち出した。 ハイガスによる大気汚染を防ぐ環境政策として、従来型のガソリン車とディーゼル車の販売をすべてやめるとした。ただ、具体的な対象は説明されていなかった。A 市フィナンシャル・タイムズと A 自動車専門誌オートカーは、関係者の話として、A 政府が40年以降、少なくとも50マイル、約8 0トルは、 電気だけで走行できる車に限り、販売を認める案を検討中だと伝えた。電気モーターとエンジンを併用する HV の場合、現状では、電気による走行性能がどう、基準に届かず、環境対応者の枠から締め出されることになるという。トヨタが17年に全面改良した新型プリウスのプラグインハイブリッド車 p h v は、 電気自動車 EV としての走行距離が 68.2km 従来の2倍以上に伸びたが報じられた約 80km の基準には達しない自動車各社は今後 HV についてもバッテリーなど電動性能の大幅な向上を迫られることになりそうだ